シブルに動くはずだからさ、世に来てほしいんだよ。今のは7かそって死んだけどさ、フリーズアローはもう世に来てほしいわけだよね。押しづらいなこれ。開幕で切ったらもう終わりだぞお前。あ、よかった。でもこの曲は苦手だったんですよ。完全にこれはラスゲー。査定は鳥結構安定したけど、こいつは鳥どころかクリアもなかなか安定しなくて、なんでだろうな。多分七ひらオタクの怨念がこもってんだな。な、今な、七ひらオタクの怨念が六件にこもってたというのは私は見逃さなかった。今気づいたけど、ブクマの元カレ計算機で草いいでしょう。怨念か怨念、怨念が怨念、いいですね。よくないよ。クロームだからな、水晶ブラウザ。67トリルが見えたんだけど、もうやめたい、やめたい。いやでも67トリルはね、案外まあ友達になってくれてるかもしれないからね。うん、友達でもなんでもねえよおめえは。いや限界オタクソングを垂れ流す放送みたいな感じになって、なかなか耐え難いですね。で、そうだね。見せ場が。67来すぎでしょ。今見せ場ができたからね。今のは満足だ。シコシコ。待って、正規でやってみよう。ランダムはね、案外こう落とし穴みたいなところあるから、ね。男性四つは女性器？基地化に立ってますニヤニヤ。67億6767万6767。コメントが荒ぶってきたんだ。正規はな、普通にここをしづらくて嫌なんだよ。七平を託にするからだよ。ダメだ、ダメだ。やっぱ、ランダムだな。そう、七平を託をですると、こう、怨念がね、指か鍵盤じゃなくてキーボードのどっちかに宿るからね。気分転換させてください。あんまね同じ曲ずっとやるとねおかしくなるからね、気分転換しないと。
なんかパッと割る曲、パッと割る曲、ドッペルゲンガーでいいかな。ハードでね、パッと終わらすからね。雑音。せからしいぞ。今の話、今の話、ちょっとぼーっとしてた。より早く終わりそうだなって。長生きしてるな。まあこんなもんだね。よし、気分転換できたからね、もう一回やろうか。何が正解なんだろうね。何が正解なんだろうね。分かんなくなってきたな。面が見えない。面が見えない。ドッペルゲンガーの呪いか。ちょっと待って。なんかおかしい。面が見えない。これぐらいか。ベーシスプリンクラー。はい。ブルン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 。なんでも呪いで済まそうとするな。世の中の回転の出来事は呪いで説明がつくから。尿切れが悪いとかそういうのは大体呪いのせいだ。オベロイが起きないのはハートの呪い。荘厳な気分になるんじゃないかな。あ、ずるいよそれは。はい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 。いや、ずるくないよ。これはね、もう歴史としたあれだからね。あれだよ、あれなんだよ。分かってくれ。頭脳とか生えてくる。ありがとね。呪い返しの儀式。エンジェルダストとか流しても違和感なさそうだな。こういう気分転換をちょくちょく入れていくといい結果につながるわけだよ。
笑った。今のはね、今の冗談のつもりだったんですよ。許してください。え、許してください。なるほどね。ノーカンだよ。音消すのが正解だった、ね、おめでとうございます。はい、楽ちゃんそれはダメだよ。いやいや、もうやだ、これ以上やりたくない。音ゲーとは、いやー繋がったわ、ちょっと。いや、自分でもあんまりだと思うんだけど、動画を収めておきましたがどうしますか。公開してもいいですか。公開はご自由にお願いしますけど。いや、お前それは本当にダメだろ。わらわら、ウケる。だってさ、いや、でもこれ以上やりたくないんだ。なんかやってる、だって。ああ、でもプレイカウント結構消えてるから。楽ちゃん、それはダメだよ。いや、誰が何と言おうと、これはね、フルコンだからさ、ね。君らはさ、ちょっと厳しいよ。ちょっと音消して。だけじゃんかね。ちょっとね、ヘッドホン落ちちゃったな。